北日本高専大使と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日田知事は、まあ、来週、まあ、間もなくなんですけども、就任から1年となります。この1年間、まあ、コロナ対策に加え、まあ、大雪、鳥インフル、まあ、いろんなさまざまなことがあったかと思うんですけども、この1年間振り返ってみられて、まず感じられるところを教えていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。昨年の11月9日に就任をいたしました。来週の9日で、まあ、丸1周年ということになります。まず今おっしゃったようにですね、就任早々飛び込んできたのが北陸新幹線の敦賀延伸の工事が起きて、かつ経費が2900億円増加するというニュースでした。まあ、北陸新幹線建設促進同盟会の会長として、石川福井両県知事、あるいは両県議会議長さん、また北陸経済連合会さんなどと語り合って、とにかく知事も早くということで、東京に国交省あるいは与党の皆様に要望に行ったのが、まあ、いわば初仕事と言ってもいいと思います。それから鳥おっしゃるように大雪のこと、地滑りのこと、鳥インフルのこと、それからずっともちろんコロナとの対応はありました。まあ、そのように危機管理事案が立て続けに起きてきたという一年でもありました。改めて危機管理の責任者として、また県民の皆さんの命と生活財産を守る、まあ、責任者としての、まあ、決意を新たにしたところでございます。一方で、まあ、政策としても公約に掲げていましたワンチーム富山連携推進本部会議というのも立ち上げることができまして、都合別も入れますと7回今開催をしております。富山県成長戦略会議、これも2月に立ち上げまして、今中間取りまとめを行い、それをビジョンセッションという形、またワーキンググループという形で、アクションプランに落とし込んでいく、ここに差し掛かっております。また富山県 DX 働き方改革推進本部を設置しまして、私が本部長となり、まあ、県庁のよりデジタル化、そしてスピード感を上げるための改革、また働き方改革も進めているところでございます。まあ、そのようにおおむね、まあ、その他にもたくさんもちろんいろんな政策がありますが、スピード感を持って、まあ、当初のからお約束していました、まあ、今の民間感覚、スピード感、現場主義、そしてお客様目線、これを徹底しながら、まあ、できてきたというふうに思っております。まあ、1年そんな感じですかね。久しぶりの民間出身の知事として非常に大きな期待を受けて就任されたかと思うんですけども、これからこれまでその民間との違いとかに戸惑ったりとか、その違いについて感じたこととかあったでしょうか。やはりですね、税金で全ての物事が行われているということ、これが明らかに違います。まあ、民間企業ですと、まあ、お客様のためということであれば、まあ、例えばですが予算を、まあ、民間だともちろん予算を立てますが、例えばこっちの品目をこっちに流用するということは、まあ、そう難しくなくやってまいりました。まあ、でもやはり県庁ではそうはいかず、当初の予算にないことをやるときには、やはり補正予算というものを当然組むことが必要となります。まあ、実はこの1年で18回の補正予算を組みました。まあ、当初予算はもちろん令和3年の当初予算1回ですが、その他に18回の補正予算を組みました。まあ、これはこれでもちろん民間とは違うから必要なことですが、まあ、一方で、特にコロナ対策などそれから国との関連で補正が必要なことなど、まあ、スピード感を持ってやったことの、まあ、一つの、まあ、証だというふうに思っています。まあ、そこはやっぱり大きな違いですかね。そういった中で まあ、先ほどおっしゃってたスピード感とか現場主義とかお客様目線で、そういったものについてはご自身で手応えというのはどうだったでしょうか。もちろんそれはスピード感をさっき言ったように、おおむね政策も立ち上げていますし、まだこれから成果というのはこれからだと思いますが、立ち上げてまいりましたし、
それも全て、お客様目線というのはこれは県庁の皆さんに、これゴールがないことですから、着実に今意識の改革も進めていただいていると思っています。現場主義、これも、現状というのは実際に住民生活のサービスに、密着することが、市町村に比べればあまりないものですから、現場に行かないがちに なっているようですが、これもやっぱりでも我々も現場はあるんだと、もう全てが現場だということで、県庁の皆さんにはとにかく現場に行くように、それからお客さんの県民の声を聞くように、これはもう、口を酸っぱくするほど言っておりました。でも意識改革がどんどん進んでいるものと思います。当初88策掲げてこられて、一部ではもしかするとその多少の軌道修正もあったものもあったかもしれませんが、これまでに、うまく進展したなという思うものとか、もしくはこれからより進めていかなきゃいけないとか、そういった課題とか、もしくは現状について、どのように今感じておられるでしょうか。おおむね順調に進んでいると思っています。それについては来週、今データもまとめておりますので、総括して お話しできると思っています。それから、国の法規によるもの、あるいは規制緩和が必要なものなどもいくつかありますので、そういったものは今これからだなというふうに思っています。もういくつかあります。その中で、一つその市町村とのこう一体感というかワンチームという部分をすごく大事にされてこられたかと思うんですけども、現状としての手応えというか、現時点でどのような、達成度というかどれくらい進んでおられるか、感じ取られるところいかがでしょうか。はい、それは先ほど申し上げましたが、1月からワンチーム連携推進本部会議を、15市町村長さんの皆さんのご了解を得て立ち上げることができました。これでまずは、ワンステップですよね。そしてさっき言ったようにこれも7回すでに実施をしています。大雪やらワクチン接種のことやら、ワクチン接種の前倒しというようなこともありましたので、臨時のものも入れて7回をやってきています。それぞれ15市町村と県16人の首長が、いわゆる車座になって、実際車座ではないですが、膝を突き合わせて、話をするという意味では毎回ですね、本当に時間切れになるぐらいに活発なご意見をいただいたので、やはりこういう場は求められていたのだなということを改めて感じて、意義は大きく大いにあるというふうに、受け止めています。直近では、この場でもよく話題になりましたが、子どもの医療費の助成のこと、それから昨年実施したインフルエンザワクチン接種の助成のこと、小学生までの助成のことについて、議題になりまして、多くの市町村長さんから要望もいただいたところです。これにつきましては、さらに市長会あるいは町村会としても、そして市議会議長会、町村議長会からの各団体からの要望にも、なりまして、それはそれで、重く受け止めて、すでに報道いただいているように、子どもの、医療費のことは一種隠しまでということ、それから所得制限をなくすということで、お答えをしました。またインフルエンザのことについては、これはインフルエンザに限らずですね、もっと広い広範囲に使い勝手のいい、交付金ということで市町村に、予算配分をさせていただいたということでお答えもできたというふうに思います。これもやっぱりワンチームがあったから、そうやってそういう話につながっていったんだというふうに思い、やはり、意義は十分あったというふうに考えています。最後なんですけども、次の1年3年に向けて、課題として見えてきたこととか、もしくはより重視したいことについて教えていただけないでしょうか。はい、8つの重点政策、それから88の政策、そして今
実行段階に入りつつある成長戦略、これらについてはより、熟度を高めていって、当初の目的を達するようにしていきたいと思います。まあ、ただそれとは離れての課題といいますとですね、私は昨年、当選させていただいたんですが、あの時投票率が上がったとはいえ、前回落ち続けていた知事選の投票率が昨年反転して 25% 上がって 60% を若干超えました。これはこれで多くの有権者の方々が知事選挙に興味を持っていただいて、それまで興味はだいぶ失われていたようですが、改めて持っていただいて、それにはいろんな要因があったと思いますが、とにかく 60% を超えたということがありました。でもやっぱり残りの後の 40% の方は行かれなかったということ、これは当時から私は大きな宿題を背負っていると思っています。この1年、実はその後の 40% の方はどこにいるんだろう、どうやったら声を届けられるんだろう、そんなことをずっと考えてきた1年でもありました。まだもちろん答えは見つかっていませんが、でも極力まずはいろんな方に会うことだろうということで、多分今まであまり県庁に来られなかった方ともオファーがあればもうほとんど方に、対応しています。いろんな方とお会いして、あ、そういう考えもあるのかと、ちょっと失礼かもしれません、この方は多分去年の選挙には行かれなかったんだろうなというふうなことも思いながら、でもいろんな方の声に耳を傾け、あとの 40% この方々がどこにおられるのか、そのことを、これからもずっと探し続けていかなきゃならないというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ご回答いただきます。読売新聞の田倉です。よろしくお願いいたします。先ほどの、就任1年に関しての質問の、関連になるんですけれども、この1年で新型コロナ対策や大雪対策など、危機管理対応に、追われた1年だったかとも思います。この1年、危機管理にいろいろ当たってですね、コロナ対策や大雪対策を中心にですね、対策するにあたって心がけていたこと、またですね、この1年振り返って反省点や課題があればお聞かせください。はい、ありがとうございます。やっぱりタイミングということを常に考えていました。コロナにしても大雪にしても鳥インフルにしても、やはり適時適切に物事を行う、そして現場を何よりも重視をして、現場をしっかりと見た上で適時適切に手を打っていく、そのようなことを心がけてまいりました。それで何と言いましょうか、やはり何事もお金がかかることばかりです。コロナもそうですし、鳥インフルもそうですし、また大雪のこともそうでした。ですから無尽蔵にお金があるというならそれは何だってできるんですが、やっぱり、コストもしっかりと考えながら、その中で適時適切に手を打っていくということを心がけてきたつもりでございます。この1年 その危機管理対応に当たっての反省点や課題などが、今後に生かす教訓などもあればお聞かせください。適時適切に対応できたというふうに考えています。ただ後から思うとですね、例えば大雪の時はとにかく結果として物流が滞ったり、あるいは大きな渋滞が起きたり、それから一時スーパーやコンビニの店頭に物が少しの物が少なったということはあって、県民の皆様にご迷惑をかけたということ、これは反省をしています。あとですね、県庁内の、組織内の変化なんですけれども、先ほど現場重視、スピード感、県民目線といったお話もありましたけれども、この1年で、進んだ点もあるかと思うんですけども、まだなかなか進んでいない点、課題なんかもあるかと思うんですけども、そのあたりはどういうふうにお感じでしょうか。そうですね、これは今日もある地元市に書いていただいたことですが、繰り返しにするんじゃなってしまいますが、新田さんをさん付けにすることは本当に浸透して皆さんよく理解していただいたと思いますが、本来は私だけを新田さんと呼ぶのではなくて、町内全体そんなフラットに
議論できるベースを作りたい、そんな土壌を作りたいという願いだったんですが、まだまだそこら辺はいまいちということかなと思っています。現場の声を聞くという点については、いろいろコロナ対策だったりだとか、とても重要なポイントだと思うんですけども、その辺はこの1年でかなり現場の声というのは聞けているというふうにお感じになりますか？そうですね、特に現場というと、やっぱりコロナ対策イコール医療提供体制をどう堅持するかということだと思います。そういう意味では各病院の現場、本当にたくさんの病院にご協力いただいてますが、その病院の現場とのコミュニケーションがよくうまくいっていたと、それは思っています。そういう意味じゃ医療現場の声をよく聞いたということ、これが一番大切、この1年にとっては、もちろん他にも現場いろいろあるんですが、この1年の現場という意味では一番大切な現場だったというふうに思います。わかりました。ありがとうございました。はい、他にございますでしょうか？NHK の橋本です。就任1年で関連して少し一つだけ追加で聞かせてください。先ほど、コロナ対応で、危機管理でこれまで忙しい1年だったと思うんですけども、で、KB さんからも質問がありました。88作の中でおおむね、会議だったり政策立ち上げて、成果はこれからと、まさに種をまいた時期かなと思うんですけども、コロナ対応で、危機管理で奔走される中で、こういった場面はもちろん知事の中でも想定していなかったことで対応に追われたりとかっていうのがあったと思うんですけども、こういうのがない場合、もっとこういうことをしておきたかったとかですね、もしこの事態がなければこういうことも実現したかったっていうような、こう心を残しみたいなところがあれば教えてください。一番あんまり家庭の話はあれですけども、明らかにコロナがなかったらできていたであろうということは、やっぱオレゴンの訪問ですね、30周年、1991年に、有効提起をしてからちょうど30周年の節目の年、そして私の公約の中でもオレゴン絡みのことが88のうち2つもあります。それを実現するためにもですね、ぜひ、自らの足で、久しぶりになりますが、2012年で以来になりますが、以来のオレゴンに行ってケイト・ブラウン知事とお会いをして、いろんなことを話をしたかったし、ということ、これは、心のせいで断念をしました。でもちょうど昨日ですが、オンラインで、お会いすることができて、いろんな話もさせていただくことができました。あえて心残りといえばそれですかね。はい、ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか？はい、富山テレビの日高です。はい、就任1年で関連してなんですけども、知事、成長戦略会議を経て、掲げられた幸せ人口1000万人、来年度の予算の中でももしかしたらテーマになるのかなというふうに見ているんですけども、その実現に向けた、この来年1年、そして、まずは3年までの意気込みを改めて教えてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。幸せ人口1000万、ウェルビーイング先進圏富山ということを達成をしていきたい、というふうに考えています。でそのために今そのテーマを掲げて背負ってビジョンセッション15市町村にこれから回って、今立山町が終わりましたが、これから回っていくことにしています。そして、6つのワーキンググループ、今順次1個2個3個3個がスタートしました。あとももう近々に残りの、3つのワーキンググループもスタートします。そして年内には少なくとも2回ずつは開催をして、幸せ人口1000万を目指して、ウェルビーイング先進地域を目指していくための具体的な施策を提案をしていくことになると思います。そうやって、本当に最初ちっちゃな卵ですけども、それを実際骨付け、肉付けをして、より深く、より太く、より広くしていく、そういった中でこの幸せ人口1000万ということは着実に進めていけることだというふうに思います。わかりました。
もう一点、この1年間コロナ禍、特にこの1年間その感染防止対策と経済活動の再開というのは非常にその両立で悩まれた1年だと思うんですけども、そのあたりで心がけたことだったり、どういう軸でそれぞれ判断し補正予算を組んで対応した、そのあたりの知事のどんなことを心がけたかというのをお聞かせください。うん、それはまさに何て言うんでしょうね、塩梅ということですかね、ちょっとこう文学的な表現になっちゃいますが、やっぱりそれは感染を防止、拡大を防止するにはもうガンガン厳しくして土曜全部やめてくれと、みんな家に閉じこもってくださいというような、例えば極論ですがすれば多分感染拡大はかなり抑え込めると思います。でもそれやっちゃもう経済も何もなかったものじゃない、一方であまり早くしすぎるとまた感染の拡大になってしまう、その塩梅だというふうに思います。まあ、ここら辺はやはり有識者の皆さんのご意見もしっかり伺いながら、そして日々のいろんなデータを見ながら、でもどこにも正解はないわけでありまして、最後は判断をするしかありません。で例えば一つのやり方として飲食店に時短のお願いをするということ、これだって、どのタイミングでどれぐらいの期間をやって、あるいはどのぐらいの時間の短縮をしていただければいいのか、これも塩梅ですよね。そんなことを考えながらやってきました。 何を気をつけたかというと、ちょうどいい2つが両立するのに一番いいこの頃合いを、ね、見極める、それは、いつも頭を絞っていました。もちろん私一人でできるわけじゃない、専門家のご意見、また職員のみんなの意見も聞きながら、その都度決断をしてきたことです。分かりました、ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。すいません、中日新聞の長森と申します。はい、お願いします。気並みの質問で申し訳ないんですけれども、あと3日ほどは丸1年というとちょっと3日ほど早いんですけれども、振り返られてご自身で点数をつけるなら何点ぐらいですか。はいそれ もう地元市にちょっと、まあ一応、はい、違うことも言うのも変なので、ざくっと60点ですかね。まあ一応なんとか、9大点かなという、レベルが60点だというふうに思っています。そしてこれから次の任期4年ですから、あと2年目でもう10点上げる、3年目でもう10点上げる、4年目でもう10点上げる、そんなことでなんとか90点には到達したいなというふうに考えています。あとすいません、その前に出ていた質問と多少被る点はあるかもしれないんですけれども、前任の、知事と、その前任の知事の終わりというと、16年、経験された方だというような話をしているんですけれども、ちょっと単純な比較というとちょっと、申し訳ないんですけれども、違いを出せた、ご自身の違いがはっきりここは出せたという部分、はどこだというふうに感じてみます。それはでも私市と共に働いたことはないので、今がどうかということはちょっと判断できないですね。それはむしろ職員の皆さんに聞いてもらった方がより分かりやすいと思います。分かりました。あと、全国的にも知事でいうとやっぱ官僚出身の方は多いと思うんですけれども、その中で民間出身の知事ということで、その全国 その知事、特に知事会であったりとか発言する機会も特に多かったと思うんですが、その中でご自身その民間出身という部分が出せていたという部分がありましたら、そこも教えてください。はい、ありがとうございます。実は全国知事会まだリアルでは1回しかないんです。それはこれもちょうど1年前になりますが、昨年の11月の末に首相官邸でありました。
その後はずっとウェブで、それもコロナのことがほとんどです。ワクチンのこと、コロナのことです。で最近になって実はまあ、この場でも申し上げましたが、全国知事会の会長が交代をされました。徳島県の飯泉さんという知事から、鳥取県の平井伸治さんという知事に代わられました。そしてその下で新しい基軸がいくつか出ています。その大きな変化の一つは、国民運動本部という、まあ、新たな運動体を作ろうということであります。もちろん運動体というのは全部知事たちがやるんですけども、で、さまざまな団体とか手を携えて、まあ、日本もちろん目的は日本を良くするということですけども、それも知事会、知事のだけではなくて、例えば経済団体と、例えば農業団体と、例えば医師会と、そんないろんな団体の手を携えて、日本を良くするための国民的なムーブメントを生かしていこうということ、まあ、ここにおいて実は私まだ本当1年も経っていない立場ですが、平井会長からは国民運動本部の副本部長に、なってくれというご指名をいただいたので、なんで私がと申し上げたら、やっぱり新田さんの民間の感覚をぜひ、この全国知事会の運動でも、生かしていきたい、それを期待していますというふうに言われました。まあ、これからそんなことをその場でも発揮できるのではないかと思っています。またすみません、質問多少かぶるかもしれないです。弊社が行ったそのアンケート、市民選に向けてのアンケートの中で、まあ、その新田知事の1年間を、まあ、どういうふうに見られましたかということをお伺いしました。で、候補者の方の中には、まあまあ、大きなはっきりとした成果というものはまだ感じられないということをご指摘された方もいらっしゃったんですけれども、まあ、先ほどもちょっと似た質問が出てたと思うんですが、知事ご自身が一つその成果、私はこういうことをしっかりとしましたという部分を挙げるとすれば、どういうことになりますか。もし先ほどおっしゃったワンチーム富山だというんだったら、そのままのご回答でいいんですけれども、他にもしかしたらあるかなと思ったので、そこをお聞かせください。そうですね、県民主役の県政ということを、これを本当に真正面に掲げて去年の選挙キャンペーンをやりました。で、そのためにはやはり県民の皆さんに、私があるいは富山県が今県庁が何を考えて何をやっているのか、あるいは何をやろうとしているのか、これをしっかりまず知っていただくことが必要だと思います。現状を認識していただいて、初めて県民の皆様も自分たちと関わり、またじゃあその中で自分たちは何ができるのか、まあ、ぜひそういうふうに考えていきたい人が一人でも多くなればいいと思うんですが、そういったことに、そういってお互いにキャッチボールをしたり、うまくこういい循環を作ったりすることが、県民主役の県政の実現につながっていくと思っています。そのために大切なのは、まさにこっちが何を、私が何を考え、県庁が何をやり、何をやろうとしても、それをお知らせすること。そういう意味で、この場がまさに、結構しんどいんですよ、週1回やるのは、実は。皆さんもしんどいと思いますが、でもこれを1年間、まあ、議会中ちょっと伸びた時期はありますが、基本的に週1回、この定例会見をやり、1年間、続けてこれたということ。これがやっぱり大きな、私は、県民主役の県政を実現していくための大きな違いといいますか、まあ、成果だというふうに思っています。まあ、これはでも私こっち側だと皆さん来てくれなきゃしょうがないんで、毎週毎週よく来ていただいたということを改めてこの1年経って感謝を申し上げたいと思います。定例会見ということですね。そうですね、こういう形で発信をしっかりされておるというそういうことの理解でよろしいですかね。そうですね、より頻度を高くしたということですね。わかりました。もう一つすみません、多少かぶるかもしれないですが、あと残り3年間、任期としてはあると思うんですけれども、絶対にこれは成し遂げるぞというもの、まあ、政策、まあ、もちろんその88あるその政策対策というのものを全部だということをおっしゃるのももちろんかもしれませんけれども、とりあえず知事の中でとりあえずこの3年間はで、これを一つでこれを絶対にやるぞというものを決めてみるとかあるのであれば、教えてください。いや、それはもう政策、公約は全てやるというのが県民の皆さんへのお約束ですから、それを徹底して目指したいと思いますが、でも今の質問、これもさっきとの答えと被るんですが、
まさに1年前当選させていただいたときに、申し上げました。本当に 60% の投票率というのはとてもありがたいと。だけど、やっぱり 40% 人は行かれなかったということ、これは本当に私としてはずっと宿題だと思っています。これをやっぱりあと3年間、探し求めることだというふうに思います。先般地元市でやはりどなたかが答えて、あいつはまだ政治家じゃないよという、コメントをいただきました。私これとてもありがたいことだと実は思ってまして、まさにこんな残りの 40% 探すなんていうことは誰も政治家なら、まあ、あんまりご関心がないことじゃないかと。やっぱり一番有権者の濃いところを、まあ、耕すというのはやっぱり効率的な、いわばキャンペーン活動だと思いますが、でも私は、なかなかそうはなれないですね。やっぱり後の4割どこにおられるんだろう、どんなことに考えておられる、どうやったら届くんだろう、これやっぱり、追い求めていきたいというふうに思います。そういう意味では本当に、なんでしょう、職人かたぎの政治家には、急になれないのかもしれません。最後にすみません、もう、ちょっと就任1年とはちょっと違うんですけれども、さっきの衆院選のことで1点だけお伺いします。知事、個人の、Facebook の方に、まあ、書き込みをされておったと思うんですけれども、あの書き込みに関してはどういう意図を持って、書き込まれたのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。できるだけやっぱりあれだけのことを書いたので、一生懸命考えて分かりやすく書いたつもりですが、書いてある通りのことを言いたかったんですが、まあ、繰り返しますと、まず、まあ、この20年ということを考えると、2000年代の初めに小泉純一郎さんが総理大臣になられて、まあ、本当にこう一大旋風を巻き起こされて、多くの私も多くの日本人がワクワクしたことだというふうに思います。そして、5年間あまりの安定した政権を、まあ、務められました。そして小泉純一郎さんの後変わった政権がなんと短命に残念ながら1年ごとに変わってしまったと、そして、まあ、これではちょっと、まあ、政権変えようということで、民主党に変わってもその短命の連鎖は止まらなかったということがありました。2006年から2012年まで本当にいくつもの内閣が1年あるいは1年ちょっとで、交代をしたということ、まあ、これはまあ、このことで我々地方は、まあ、当時は私は民間人でしたが本当に振り回されました。それから、1年ごとに変わってくるプライムミニスターをサミットに行ってもやっぱりあんまりこれは多分他の首脳の皆さんもまた変わるのかなって見て目で見ちゃいますよね。そういう意味では国家的な威信も大いに下がったと思いますし、また国益もそういう意味では毀損されたことが多かったのではないかと思います。こんなことはもうやってはいけない、まあ、幸いその後安倍晋三さんが首相になられて、9年という長い安定政権を送られ、その間にやはり、まあ、もちろんいろんな議論はありますが、やはり日本のまあ、パフォーマンスは上がったし、国際的にも大変に信頼をされる、まあ、日米関係の基軸として国際的にも大変に信頼される国になったと思います。まあ、そして、その後受けられた菅さんがまた残念ながら1年でという短命で終わりました。また悪夢のようなまあ、数年間を思い出してしまうわけではありません。ここは何としてもこんなことは法で止めなければならないということで、やっぱり、それも自民党さんのフルスペックの都民投票で総裁となられ、そして、総理になられた岸田文雄政権はやっぱり安定して続いてほしいということを願って、そのためにはこの総選挙で、与党の方々に、まあ、当選をいただいて、ことがまず政権安定のためには大切だから、1区では田畑さん、2区では上田さん、3区では田島さん、お三方に頑張って、お一人の新人と二人の前職に頑張っていただきたいということは、まあ、基本ですね。まあ、県民のことを考えるとということです。
で一方で県民のことを考えるとやっぱりチャンスがあるならば一人でも多くの富山県在住の方が国政の場に出ていっていただき、まあ、実は今普通なら小選挙区でありえないことなんですが、小選挙区比例代表並立制という制度ではそれが可能であるということです。ですからそういうチャンスもあるんですよということはフェイスで言いたかったことです。あとは有権者の選択だと思います。わかりました。最後にもう一点、県民の方だったんですがちょっとその報道をご覧になった方で投稿時間がもうお昼の前であったと、まあ、ちょっとこの辺り僕もすみません、特別職のことはよくはっきりとは分かってないんですが公務中ではないのかということをご指摘された方がいらっしゃったんですけれども、あれは知事は全くそういう時間帯ではなかったということですかね。まあ、特別職というのは365日、24時間まあ、ということで、9時から5時とかそういう縛り全くないので、いつも働いてますし、まあ、それこそ裁量で働かせていただいてます。あ、わかりました。すいません、長々とありがとうございました。はい、他にございますでしょうか。中期テレビ宮川です。質問だけよろしくお願いします。先ほど、県庁内の全体をフラット風通しを良くするために、まあ、知事就任された時に知事ではなく新田さんと呼んでくれというのが多分第一ステップだったと思うんですが、1年前と今とで県庁内のイメージっていうのは知事の中で変わったかなと思われていらっしゃいますでしょうか。それも私が自己判断するのは難しい話ですね。前を知らないし、まあ、ただ友人などが言ってくれることはあります。それはなんか明るくなったよね、それからなんか決断が早くなった、決断、私の決断じゃなくて職員の皆さんの決断が早くなったねとか、前なら2回3回かかったことがすぐ答えが来るようになったよとか、まあ、そのあたりはまあ、でもそれは全ての声ではないと思いますよ。でも少なくともそういう声が聞こえてくるということはスピード感であったりあるいはお客様目線であったり、ということがじわじわと浸透しているのかなというふうに思います。まあ、先ほど知事もいまいちという感想を持っているというおっしゃいましたけど、このさん付けのことについてはね、この後の、次のステップで何かお考えなどはありますでしょうか。いや、まずこんだけ報道していただくと多分やばい、皆さんそれちゃんとやんなきゃ、もしかしたら思ってくださるんじゃないかと期待をしています。具体的に何かというのは今のところないです。皆さん知事のことはさん付けでお呼びかもしれませんけど、こんなことをね、お前ちゃんとやってるかなんていうことでもないので、まあ、やはりでもそういった土壌、多分若い人たちはまずは何の抵抗もないことなんです。これは私は民間の頃もそうでした。まずやっぱり年がいかれるほどちょっとなかなか躊躇されるという傾向はあります。若い人は全然躊躇なくやられるんで、まあ、そのとこからだんだん風土が変わっていくんじゃないかと思ってます。今私はいろんなアイディアを、まあ、提案してくれますが、どん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 それは県民のためになるのかどうか、その視点で OK ならすぐやろう、そんなことで判断をしています。まあ、一つ例えばこの前嬉しかったのは優勝ボランティア、優勝インターンシップというのを初めて今年やりました。もう提案があって、あ、それはいいねと思ったんで次やりました。とてもいい成果が生まれましたし、多分我々中堅職員だったら1ヶ月かかって外注するようなことを学生さんを2日でやったというとても楽しいニュースのこともありました。まあ、そんなことで、県民のためになるのかどうか、それはということで OK ならば即 OK、 そんなことで、まあ、やっていく、まあ、そんなことを積み重ねていけば風土は変わって、上から私がわーわー言う、それから若い人がどんどんこう変わっていく、風を吹き込んでいく、そうやれば間の人たちもだんだんと変わっていかれるんだというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。では、はい。
読売の小田倉です。はい、すみません。1点だけ追加でお聞かせください。先ほど衆院選の話もちょっとありましたけれども、今後ですね、11月議会とか予算編成がある2月議会もありますけれども、県議会、特に自民党さんとのですね、向き合い方は今後どういうふうに向き合っていきたいかというのをお聞かせください。これまでと全く変わらなくですね、これで、定例が4回と臨時が1回、5回の議会を経験することができました、1年で。そういう意味では次の11月議会で2回り目に入ります。最初の去年の11月議会は本当にもう見ること聞くこと全部初めてで、実は、演壇の下で足は触れておりましたが、だんだんとそういう慣れてきたというのはあります。それから議員さんとの関係もやっぱりこれはみんな考えることは一緒ですから、県民のためになるのかこれはという視点でお互いやり取りをしていますので、そういうの別にご心配いただくようなことは何もないというふうに思っています。二回目に入るので、どう思うかということだとしたら、やっぱり人間慣れというのは一番怖いので、昨年11月議会初めて立った時の足が震える感覚というのはやっぱり忘れずに、緊張感を持って、初心を忘れないで、二回り目もこの議会もしっかり務めていきたいと考えています。ありがとうございます。はい、それではよろしいでしょうか。はい、では以上で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。